星でよ赤星マシマシ TV です。でよ、はい、お願いします。ということで、ガチ盛りラーメン青色の最終回ですということで、最終回閉店をね、あらね、実はしてしまったんですよ。ついに青色さんなんか、まあ川口駅にあったお店ですが、建物の老朽化の影響なんですよね。このだからもうあのお家自体がちょっと取り壊しなので、お店が閉店ということなんです。なるほど。24日で閉店してしまいました。で、私これ見てください、スタンプカード。マジもう30まで溜まっちゃいましてね、これね。マジ。結構いってるんですよ。で、30まで行くとですね、ここのこ帽子がもらえたんだけども、さすがに30日は在庫がなかったということで、あの別のグループ店で今度もらってきますんで、まあ、その様子あげるかあげないかはお楽しみにということで、動画にならないだけでも30はいったんです、ね、そうなんです。はい、行きまくってたんで、でね、基本メニュー本来はラーメン、まぜそば、つけ麺と辛いものがあったんだけども、まあ閉店告知後はですね、ラーメンとまぜそばだけで、今回は久々にですねラーメン大を選択しているということでございます。まあ久々だね、あの30回分かんないまあまあこちらですけども、別だら油にすると30円、豚蒸し150円ということで、別だら油はね、マシマシと言いたい時だけの有料トッピングです。あ、なるほど。だからマシマシっていうのは、ね、特にない、普通にはない。まあそうね、そうね。で、ニンニクだけは一応無料でマシマシができるということで、さらにお肉なんですけども、もともとバラ肉だったのがですね、あの休業の後ちょっとこれ腕です。腕か、腕に、はい、なっておりますということでね、その腕からちょっと、いっちゃいましょうか。これで、非常に弾力のあるギュチめのブリン豚ということでね、あのブリン度はかなり高いですね。ブリン度は大変だよ。あのよくまあ噛むんでね、この豚をラストに取っとくと大変なことになる。まあね、まあ、あれあれですよね、まあ、咀嚼系の豚はやっぱりね、前半にもうあの食べた方がいいですよということで、そして野菜油ですね、ちょっとつまんで、ま、油自体はほんのりとこれ味付き油なんでね、くた野菜と、まあ、これぞバランスのいいという組み合わせ、で、マシマシにしますと、まあ、前回あげたんですけども、あのマジのガチ盛りになるんで、本当に、あの別皿でどさっとこの同じぐらいのこの丼の量が来るんで、ちょっとラストだからガチ盛り見たかったよ。いや、ちょっとそれはね、学んでるんで、ちょっと、はい、ガチになっちゃうんで、ちょっとね、ラーメン30回でガチ盛りはなかったんですか？ガチ盛り、まあ1回2回は行ってますよ。それは動画にしろって、プライベートでも全然やってますけど、動画にしろよ。まあまあ、どんどんスープも行きますけども、はい、飲みやすくて何スクリーも飲んでしまう美味しい美味しいスープでございますね。さあ、そして麺ですね。いや、これがね、ハマりましたよ。この劇的な縮れ麺で平打ち、ややデロタイプ。ラピュタみたいな。あれ、あの根っこのね、部分のね。でね、これの特徴といえばですね、はい、ゾバゾバゾバっとこう、すごいすすり心地がいいんですよ。なるほど。これがね、ちょっと青色さんの僕好きなとこだったりするんですよね。すすり応えがね。そう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 。で、さらに今回初めてのこともやっちゃいました。最後にして。わお。この上に、あの油をかけていきまして。もともとね、同じ蓋あったかもしれないですから。油バーガーとか言って言っちゃってますけども。ねえ。あの豚を豚の一部に乗っけて、で、豚が食うと、豚が食うか、あ、びっくりした、トリプルポークということでやってますけど、びっくりした。まさか豚だとはね、とてつも破壊力でね、麺はいきましょう。ヘラヘラ、卓上開始、しょっぱレベルに、まあでもでも言って 3.5 ということでね、3.5 なんですけど、これ個情報です。なんとオープン当初この開始の名前がですね、仙台のタレだったんです。仙台のタレ、まあ、誰なのかはちょっとわからないですけども、もともとここにはラーメンジャパンという二郎系があったんで、もしかしたら、いや、そうじゃないですよ、違うのかな。今はだからもう変わっちゃってるから、あの仙台のタレとかではなくなってしまってるんで、大体仙台ってのは元祖使っていいんですよ。そうですね、勢い、なんかそんなこと言ってるとね、ニンニク、青色のニンニクはね、号泣するほど辛いですから、本当に。あの、つけ麺とか混ぜそばだとね、スープにニンニク溶け込まないで、あの、もろのニンニク食えるから余計辛いんですよね。その辺注意してください。あ、もうないけども、注意してくださいとか。この動画自体注意できないんだよね。はい。まあそんなこと言ってる間に魚粉も来てますよね。魚粉ね、あの、これも溶かさずにね、魚粉そのものを味わう食べ方が僕は好きです。おすすめと、おすすめでございますね。まあ、ね、まあ、いつもやってますけども、まあ、ラストなんで胡椒もガチ盛りでいっちゃいますね、これね。ガチ盛りじゃないの。
いやいや、他の部分でちょっと見せていこうということで、ニンニクの辛さにさらに胡椒の辛さの追加、もう切れ味がすごい、もう本当にド M ね。さらに油をかき集めて何をするとか、油見れじゃあうまいったか。これはね、本当にうまいんですよ。油がね、こってりしたいのかさっぱりしたいのか、本当ですよ、本当にこれ見てください、ギトギトした油の表面、油取って、ちょっと最後ウグとか言っちゃってるけども、美味しいことは美味しい、まあまあまあ、ね、最後これ見てください、これ隣の方にですね、写真求められちゃって、ちょっと今日日さ、このカッコつきマンのポーズやんないよね、あんまり小指2本でちょっと古いっすよね、小学校以来あれ見たのカッコつきマンみたいな20年前、懐かしい20年前のポーズがね、かなりかっこいいと思ってる。そんなマシマシレベルは 89.9 ということでね、ございました。ラーメン大ということでね、食べちゃいましたけども、でもまあね、青いろうさん実はね、はい、まあこれ川口のお店ですけども、うん、グループ店舗が川口駅前にねあるんですよ。え、マジですか。ほおずきというお店が、ほおずき、ほおずき、あの龍の葵と書いて、あの本来の読み方じゃないと思う。え、鬼の日じゃなくてですか。あ、違う、龍に葵、ほおずきです。へえ、まあ読ませてるのかな。なるほど、うん、で、そこにも混ぜそばがあって、ちょっとニンニクを使って、うん、行こうと思えば二郎系として行けるかもしれない。二郎系ではないじゃないんですよ。あ、なるほどね、はい、なんとひつまぶしとかもあるんですよね。そこで、そこでちょっと帽子もらってこようと思うんで。あ、それはできるんですか。そう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 、もしかしたらその混ぜそばの配信もしちゃうかもしれない。あ、まあでもまあ二郎系じゃないかもしれない。まあそうですね。というわけでね、青いろうさん、もしかしたらまたどこかで再開するという情報も入ってますので。なるほど、まあ老朽がね。そう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 、その際はぜひよろしくお願いいたしますということで、ね、この動画も参考になるかもしれない。なるかもしれない。今はただの思い出ムービーです。思い出ムービーですね、はい、確かにね、うん、というわけで青いろうさん、ありがとうございました。ご存です。Thank you.